ハリバットは、アメリカ海軍の潜水艦、ガトー級の一隻、艦名は、カレー木砕大州のお標族2種を中心に、抗議にはヒラメカラスガレーなど1メートルを超える、大型種の通称に由来する、同盟のアメリカ軍艦としては初代、大西洋お標太平洋お標ヒラメハリバットは、ニューハンプシャー州ポーツマスのポーツマス海軍造船所で、寄港する、1941年12月3日に、 P.T. ブラックバーン夫人によって浸水し、艦長フィリップ H ロス少佐の指揮下1942年4月10日に収益する。ハリバットは6月23日に訓練を終え、6月27日に新珠湾に向けて開港され、パナマ運がバルボアを経て7月23日に到着した。8月9日、ハリバットは最初の紹介でアリューシャン列島方面に向かった。 当時同海域の潜水艦隊の主力は旧式の S 級潜水艦であったが、日本軍によるアッツ島及びキスカ島占領で脅威にさらされたので、最新鋭のガトウ級潜水艦をはじめとする比較的新しい潜水艦が何隻か投入された。そのうちのグロウラーやグラニオンは、花々しい戦果を上げていた。8月23日明け方、ハリバットは、 アッツ島北方海域で3000トン級輸送船を発見するが、先制の砲撃を受けたので先行する。続いて、アッツ島シチャゴフ港を先行偵察し、とも鶴型水雷艇が停泊しているのを発見。しかし、爆雷攻撃の音を聴取したので、その場を離れることとなった。9月23日、ハリバットは45日間の行動を終えて、ダッチハーバーに帰島した。10月2日、 ハリバットは2回目の紹介でアリューシャン方面に向かった。10月11日、ハリバットは北緯53度26分統計175度35分、北緯53.433度統計175.583度、53.433、175.583の地点で大型輸送船を発見した。大型輸送船が反転してきたので、 監視発射艦から魚雷を一本発射する。その時、輸送船から隠してあった、武装、砲と魚雷発射艦で反撃された。ハリバットは魚雷をもう一本発射するが命中せず、相手は9ップと思われたため、ハリバットは、監備発射艦から魚雷を二本発射した後は何、かかるまいと脱出した。10月23日、ハリバットは21日間の行動を終えて、 ダッチハーバーに帰島、新珠湾に開港され、10月31日に到着した。11月22日、ハリバットは3回目の紹介で日本近海に向かった。12月9日未明、ハリバットは北緯40度27分統計142度11分、北緯40.2450度統計142.183度、 40.2450142.183の八戸沖で南下する南港六67船団を発見。追跡の上、翌12月10日未明に輸送船、ウヒロシマルに対して、魚雷を3本発射し、1本がウヒロシマルの一番戦争に命中したものの、ヒロシマルの損害はこれだけに終わった。続く2度目の攻撃では魚雷を2本発射し、8000トン級輸送船に2本とも、 命中して撃破したと判断された。攻撃後は、北海道沿岸部に移動し、12月12日深夜には、北緯40度37分統計142度40分、北緯40.617度統計142.667度、40.617、142.667の地点で輸送船玉山丸を発見し、魚雷を3本発射してべて命中させて撃沈した。 12月16日午後にも北緯41度21分、東計141度33分、北41.350度東計141.550度、41.350、141.550のシリア先沖で、北港第67戦乱を攻撃して、魚雷を3本発射し、輸送船シンゴマルに魚雷が1本命中させて撃沈。 同じ頃にすれ違った南港第75戦団に、加入の輸送船、玄山丸にも魚雷が一本命中し、玄山丸は、白らぬか海岸に座礁して果てた。ハリーバットは、新五丸と玄山丸を別々に攻撃したわけではなかった。12月19日夜には、北緯41度50分、東計142度22分。 北緯41.833度統計142.367度、41.833、142.367の地点で3000トン級輸送船を発見し、魚雷を2本発射したが命中しなかった。12月22日朝にも、北緯41度00分統計141度36分、北緯41.000度統計141.600度、 41.000141.600の地点で北広大73戦乱を発見し輸送戦接戦丸に命中して損傷を与えた。この紹介での最後の攻撃は12月30日に行われ北緯41度51分統計141度47分北41.850度統計141.783度 41.850141.783の地点で3000トン級輸送船に対して、魚雷を3本発射したが、命中しなかった。1943年1月15日、ハリバットは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。2月8日、ハリバットは4回目の紹介で、カロリン諸島方面に向かった。この紹介では、日本本土と最前線である、 マーシャル諸島の交通路を立つべく行動した。ハリバットは2月18日にウェイク島を偵察した後、2月20日午前に北緯14度33分統計155度35分、北緯14.550度統計155.583度、14.550155.583のポンペイ島沖で特設運送船新国丸を発見し、夜まで追跡した後、 北緯15度09分統計159度30分、北緯15.150度統計159.500度、15.150159.500 15. 15の地点で魚雷を4本発射して3本を命中させて、撃沈した。続いて三月三日には、北緯十度十八分統計四十六度十二分、北緯十点三零零度統計十六点七零零度、 10.300146.700のグアム南方で特設運送船比喩丸を発見。北緯10度22分統計145度21分。北緯10.367度統計145.350度。10.367145.350の地点で魚雷を4本発射し、2本を命中させて撃破した。ハリバットは浮上して止めを刺そうとしたが、 反撃を受けて退散した。3月9日には、北緯07度58分統計134度10分、北緯7.967度統計134.167度、7.967 13、134.167の地点で、病院船朝日丸を目撃し、3月12日未明には、北緯09度00分統計133度10分、 北緯9.000度統計133.167度、9.000133.167のパラオニシ水道近海で陸軍部隊を乗せた輸送船団を発見して攻撃し、5本の命中を得て5000トン級輸送船3隻の撃破と判断したが、護衛の駆逐艦3日月に抑え込まれた。3月30日、ハリバットは50日間の行動を終えて、 真珠湾に帰投した。6月10日、ハリバットは5回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。6月12日に、ジョンストン島で補給を行い、6月20日頃に、トラック近海に到着する。到着後間もなく、ハリバットは、駆逐艦に護衛された輸送船を発見するが、攻撃圏内に入ってこなかった。3日後の6月23日にも輸送船と駆逐艦と遭遇し、 相手は、爆雷攻撃を行う素振りなどを見せ、攻撃を行う暇を見せなかった。7月10日夜、ハリバットは、北緯10度37分統計150度45分、北緯10.617度統計150.750度、10.617150.750 10. の、トラック北方170回りの地点で、空母運用と特設巡洋艦愛国丸、2隻の駆逐艦を発見した。 運用と愛国丸は横須賀を7月6日に出撃してトラックに向かっていたもので運用は99式艦上爆撃機27機と零戦45機を輸送中であったハリバットは魚雷を6本発射しうち1本ないし3本が愛国丸に命中して損傷を与えたこの紹介ではこれ以外に攻撃機会は訪れなかった7月16日にはグアムを偵察し アプラ港内に2隻の大型輸送船が停泊しているのを確認する。7月28日、ハリバットは49日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島、艦長がイグナティス・ジェイギャランティン少佐に変わった。8月20日、ハリバットは6回目の紹介で、シーレイブン・ポンパーノと共に日本近海に向かった。8月29日朝、ハリバットは、 北緯40度03分統計142度01分、北緯40.050度統計142.017度、40.050142.017の野田湾内に、しぐれ型駆逐艦と思われる艦艇に護衛された輸送船を発見し、駆逐艦に対して魚雷を3本ずつ2度発射するが、逆に察知されて爆雷攻撃を受け、 ハリバットは新進度先行でたい爆雷は43発投下されてハリバットは8時間もの、アイラジットせざるを得ず、その後浮上したが目標は去った後だった。翌8月30日、ハリバットは北緯41度53分統計141度10分、北緯41.883度統計141.167度。 41.88341.167の江山岬東大沖で輸送船大分丸を発見して魚雷を3本発射し1本を命中させて撃沈。この時も護衛艦から24発の爆雷を投下されたがハリバットは嫌雷が付設されているこの海域を難なく切り抜けた。9月5日、早朝、ハリバットは 北緯41度22分統計141度30分、北緯41.367度統計141.500度、41.367、141.500の地点で3隻の輸送船団を探知し、魚雷を3本ずつ2度発射したが、輸送船対雷丸などに向かった魚雷はすべて回避、された。9月6日早朝には、 北緯42度13分統計142度00分、北緯42.217度統計142.000度、42.217、142.000の門別沖で輸送船小元丸をレーダーで探知し、まず2本を発射して2本とも命中させ、続いてもう2本発射するが命中はしなかったが、小元丸は間もなく沈没。 監視発射艦に装備してあった魚雷をすべて撃ち尽くしたハリバットは、小源丸を撃沈した後南下する。同日に10時26分頃、ハリバットは、北緯41度40分統計142度20分、北緯41.667度統計142.333度、41.667、142.333の地点で、レーダーにより高速で航行する目標を探知。 ハリバット相手を駆逐艦であると判断しつつ攻撃。艦尾発射艦から魚雷4本を発射し、1本が命中したのは確認できたが、別段変化はなかった。この相手は大港からバラムシル島に向かっていた従順洋艦ナチであり、魚雷はナチの後部煙突直下と火事付近の艦尾に命中したものの2本とも不発に終わり、船体が凹んだことと若干の浸水が生じた。 こと以外は何もなかったが、爆発していれば、航行不能の可能性もあった。この時点で、残りの魚雷がたった一本になったので、ハリバットは、紹介を切り上げて帰ることとした。木の9月8日には、北緯四十度五十一分統計四十五度三十八分、北緯4 0八5零度統計十五点六三三度、四十八0零百四十五点六三三 の地点で150トン級三パンを破壊した。9月16日、ハリバットは28日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。紹介の合間の修理中の10月5日から8日にかけて、ハリバットは、カホーラウェー島近海で魚雷に関する試験に従事した。以前から、不発や、まっすぐに走らない魚雷に対する不満が、潜水艦艦長から上がっており、 起爆装置などを改良することとなった。ハリバットには改良された魚雷が搭載され実験を実施。その結果は従来のものより3倍も成績が向上していた。しかし、この試験の最終日にハリバットは潜望鏡深度で護衛駆逐艦と衝突し、潜望鏡を破損した。10月10日、ハリバットは7回目の紹介で日本近海に向かった。10月14日に ミッドウェイ島に立ち寄った際、SJ レーダーに故障があったので修理し、その後出撃。10月25日に、沖ノ島沖の文後水道に到着後、10月29日朝、ハリバットは、北緯32度00分統計132度40分、北緯32.000度統計132.667度。 32.000132.667の地点で輸送船と護衛艦を発見し、追跡したが、逆に発見されて先行して被体し、ハリバットは、第34号区船艇から15発の爆雷を投下された。しばらくしてから浮上してみると、目標はどこかに去っていた。2日後の10月31日午後、北緯32度10分、統計132度46分、 北緯32.167度統計132.767度、32.167、132.767の地点で見張り員が数畳の煙を発見した。ハリバットはこの煙を追跡し、11月1日になって先行し、観測を続けると、相手は7隻の輸送船と3隻の大鳥型水雷艇と考えられた。この船団再起を出航して、パラオに向かっていた。 お百十二船団であり、十二隻の輸送船で構成されていた。十一月一日朝、ハリバットは、北緯三十一度二十三分統計百三十四度三十一分、北緯三十一点三八三度統計百三十四点五一七度、三十一点三八三、百三十四点五一七の地点で七千六百トン級輸送船と三千五百トン級輸送船に対して、 魚雷を三本発射し、後者に魚雷が一本命中したことを報告したが、特設運送船千早丸は、船尾方向に魚雷を一本回避して、他に自爆らしい振動を二つ観測した。午後には一旦お百十二船団との接触が途切れるが、夜に入り再び接触を得る。11月1日夜から11月2日明け方まで、ハリバットが接触を保っていた間に、お百十二船団は、 トリガーとシーホースに攻め立てられて、千葉や丸を含む4隻が沈没していた。ハリーバットは、トリガーとシーホースの攻撃が終わった後の11月2日8時41分頃に、北緯28度16分統計134度48分、北緯28.267度統計134.800度、28.267134.800の地点で、 陸軍輸送船愛媛丸と二隻の小型輸送船に向けて、魚雷を三本発射し、内日本を命中させ愛媛丸を更沈させた。ハリバトはなおも、お百十二戦団に食いつき、愛媛丸他二隻への攻撃から間を置かずに、別の三つの目標に対して、魚雷を三本発射したが命中しなかった。夜に入って、北緯28度01分、統計133度53分。 北緯28.017度統計133.883度、28.017、十3 3 8 8 3の地点で、お112戦団から脱落した逃亡式小型、輸送船と護衛艦に対して、巨雷を3本発射したが、これも命中しなかった。11月3日朝にも、北緯27度30分統計133度52分、 北緯27.500度統計133.867度、27.500133.867の地点で2隻の小型輸送船と護衛艦に対して、魚雷を3本発射したが、これまた命中しなかった。11月5日、早朝、ハリバットは、司令部からのウルトラ情報に基づき、北緯32度06分統計133度29分、 北緯32.100度統計133.483度、32.100133.483度分補水道で艦隊を迎え撃った。ハリバットはレーダーで観測しつつ、北緯32度19分統計132度58分、北緯32.317度統計132.967度、 32.317、32. 132.967の地点で、長戸型戦艦と昇格型航空母艦に向けて、魚雷を艦首から6本、艦尾から2本の計8本発射。魚雷は空母巡洋の艦尾に1本命中し、巡洋は操舵不能に陥った。残りの魚雷は後ろを航行していた戦艦山城をかすめ去った。巡洋は山城や、 従順洋艦トネの栄光により、なんとか、クレにたどり着くことができた。ハリバットは13発の爆雷を投下されたが逃げ切った。11月17日、ハリバットは37日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。12月14日、ハリバットは、ハダックタリビーとウルフバックを構成し、マリアナ諸島方面に向かった。12月31日に、 北緯20度09分統計143度52分、北緯20.150度統計143.867度、20.150143.867の地点で病院線高さ50を確認した後、1944年1月2日には、北緯21度26分統計145度21分、 北緯21.433度統計145.350度、2 1 4 3 3十4 5 3 5 0の地点で、日本潜水艦1月7日には、北緯20度13分統計147度10分、北緯20.217度統計147.167度、20.217147.167の地点で2隻の高尾型従順洋艦と護衛の、 駆逐艦2隻を発見し、1月11日には、北緯11度36分統計145度09分、北緯11.600度統計145.150度、11.600、145.150の地点で、トラックから日本本土へ向かう戦艦山和と護衛の駆逐艦の藤波及び朝雲をそれぞれ発見したが、いずれも追いつけなかった。 大和発見時には、時間が追いつけないので他の潜水艦に、迎撃してもらうよう司令部に通報した。1月14日、午後、ハリバットは、北緯05度28分統計142度39分、北緯5.467度統計142.650度、5.467142.650の地点で単独で航行中の駆逐艦に対して、 魚雷を4本発射するが、命中しなかった。グアムアプラ港を偵察していた1月19日、領艦、ハダックが、空母ーボ運用と随砲を発見し、運用に魚雷を2本命中させて撃破。運用は、美速航行で、サイパン島に向かい、同地で、応急修理が行われることになったが、干渉に囲まれた、タナパグワンには、入れず修理作業は、干渉外で行われた。ハリーバットが、 タナパグワン街に現れたのは1月21日のことであったが、カトリ型練習巡洋艦とオボ式大型艦と駆逐艦2隻の輸送船しか見なかった。ところが2日後の1月23日にタナパグワンを再び偵察したところ運用の姿を見ることができた。しかし上空に航空機の警戒が厳しく、また爆雷攻撃の音も聴取されたため攻撃する機会がなかった。 結局この紹介では、戦果はなかった。2月2日、ハリバットは50日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。次回の紹介に備えて渓流中、嵐により、バラストタンクを損傷し、真珠湾で修理した。3月21日、ハリバットは9回目の紹介で、南西諸島方面へ向かった。4月12日未明、ハリバットは、 北緯28度08分統計128度57分、北緯28.133度統計128.950度、28.13328.950 28. 28. の奄美大島と徳之島を結ぶ海域で、護衛艦3隻と下脚船及び輸送船からなる、鹿児島から那覇に向かっていた鹿004船団を発見した。ハリバットは魚雷を3本発射し、 やがて閃光が冒険された。魚雷は、火脚船大中丸に命中して、これを撃沈した。三隻の護衛艦が18発の爆雷を投下し、気泡の噴出を見て、撃沈確実と判断したが、実際にはハリバットに被害はなかった。4月27日未明には、沖縄東北北東の海域で、文字に向かっていた沖609船団を発見し、3時に、 イタリ北緯27度03分、統計128度06分、北緯27.050度統計128.100度、27.050、128.100の伊平野島東沖で2つの目標に対して、魚雷を3本ずつ、計6本発射し、やがて魚雷命中の先行が見えた。最初の攻撃を受け、不設低下もめは反撃の爆雷攻撃を開始する。 1> 約1時間後、戦団から遅れていた輸送船炎部丸に対して、魚雷を3本発射し、うち2本命中させて撃沈した。9時過ぎには3度目の攻撃で魚雷を4本発射し、うち2本がカモメに命中して、カモメを撃沈した。やがて航空機が飛来し、先行中のハリバットを攻撃してきたので、ハリバットは伸深度に期待していった。 航空機と2隻の護衛艦から実に90発もの爆雷を投下されたものの、ハリバットはその場を難なく立ち去った。4月29日夕刻には、久米島沖に浮上して、久米島の陸上施設に対し4人地方による艦砲射撃を行い、倉庫や建物を破壊した。5月3日午後には、北緯27度30分、統計128度45分、 北緯27.500度統計128.750度、27.500、128.750の地点で、18隻の貨物サンパンの艦隊、実際には南方行きの基本船団に遭遇。2隻の250トン級のサンパンを炎上させたり、破壊したが、攻撃中に、ハリバットの乗組員3名が負傷した。この攻撃により、基本船、 第5小運丸が沈没した。5月11日にミッドウェイ島に帰港し、負傷者はオークランドの海軍病院に搬送されていった。5月15日、ハリバットは58日間の行動を終えて、真珠湾に帰港。サンフランシスコに開港され、ベスレヘムスチールでオーバーホールに入った。オーバーホールが終わったハリバットは9月20日に真珠湾に戻り、 マーク18型電池魚雷を搭載した。10月8日、ハリバットは、ハダク、ツナとウルフパックを構成する損刀東方海面に向かった。この紹介では、艦船攻撃の他に、第38任務部隊のパイロット救助の任務も与えられた。10月19日にサイパン島に立ち寄った後、2日後の10月21日に立ち、担当海域に急行した。 零手置き回線は10月20日から始まっており、三隻は10月25日になって担当海域に到着した。司令部から指示された配備点に関しては、北緯20度30分、統計125度30分、北緯20.500度、統計125.500度、20.500、125.500から、統計129度までの線上であり、ハリバット以下、 この海域に配備された核潜水艦は15回りから20回りの間隔で配備するよう指示されていたが、この時点では3隻とも小沢寺三郎中将を率いる機動部隊を確認できなかった。ハリバットは浮上して紹介していたが、夕方17時になり、搭乗員同士の更新を多数受信した。この頃、小沢中将の機動部隊は最後の航空攻撃を受けており、 主目標は退却しつつある伊勢型航空戦艦、あるいは不装型戦艦と目される戦艦を中心とする残存艦だった。そして、それらの残党連中は思いがけず、ハリバットがいる海域に向かいつつあった。17時42分、ブリッジで自ら見張っていたギャランティン艦長は、戦艦のマストのようなものを発見。ハダックと、ズナにこのことを報告した後17時45分に、 潜望鏡深度に先行した。ギャランティン艦長は、伊勢型あるいは不層型を目標に観測を続けた。しかし、どうしても距離が縮められず、目標までの距離は最低でも3000メートルぐらいあると思われた。18時43分、ハリバットは少し距離が遠かったが、伊勢型あるいは不層型に向けて、魚雷を6本発射した。周囲には駆逐艦が何隻かいたが、 それらに対する艦尾発射艦からの攻撃は行われなかった。やがて5つの命中音を聴取し、3分後に観測してみると、転覆した艦艇の残骸と応募式物以外は発見できなかった。周囲の艦隊はどこかに消えていた。その後ウルフパックは残党をレーダーで追跡した後、ルソン海峡の西側に向かった。戦後、ジェニックによって、ハリバットはこの時、 防空駆逐艦秋月を撃沈したと認定された。アメリカ側資料や、それに準拠した書物には、これに基づいて、ハリバットが秋月を撃沈したという記述を記すようになった。しかし、第38任務部隊機の空襲により沈没した、秋月の沈没時刻は、朝の8時57分であり、その時刻に、ハリバットは何らアクションを起こしていない。ギャランティン艦長自身は、 最初は戦艦を撃沈したと報告し、後に相手はおそらく初月であろうとした。ハリバットが実際に来撃目標としたのは伊勢、日向のどちらなのか特定はされていない。また日本側、特に伊勢及び日向の第4航空戦隊ではこの来撃に気づいた様子はない。11月9日、ハリバットは病院船日川丸を目撃した。11月13日になると、 航空機の紹介が厳しくなっていることが感じられた。11月14日、正午ごろ、ハリバットは、北緯21度02分統計121度36分、北緯21.033度統計121.600度、21.033、121.600 21. のルソン海峡で、北向きの進路を取る護衛艦と4隻の大型輸送船からなる輸送船団を発見。 ハリバットは先行し、北緯20度56分統計121度33分、北緯20.933度統計121.550度、20.93321.550の地点で目標に向けて距離2800メートルで魚雷を4本発射した。二つの命中音を聴取の後、ハリバットが反撃を避けるため、新進度先行に移りつつあったその時、 磁気探知機を搭載し、ルソン海峡の紹介に当たっていた第901海軍航空隊の陸上攻撃機1機が潜水艦を探知し爆撃を行った。5回の爆発に続いて不快な騒音を聞いた。続いて2隻の護衛艦からの反響音を探知し、それから間もなく至近距離で爆雷の爆発が起こり、ハリバットは水深99メートルの位置に吹き飛ばされた。 攻撃はなお収まらず、ハリバットは攻撃を受け続けた結果、浮力タンクが損傷し、安全振動を超える130メートルの位置にまで沈下した。安全振動を超えていたので船体のあちこちに異常が出始めていた。船体そのものが大幅に歪み、全部発射間室とメインタンクには重大なダメージが生じ、蓄電池も亀裂が走り帯正しい硫酸が流れ出ていた。さらに、 船体のダメージは航行上の重要区画にも影響を及ぼし、推進基軸は船体の歪みで絶えずきしみ音を出す始末であった。音響兵器や水速兵器も全部破壊し、過労う手艦の心臓部たるメインエンジンと機関、火事だけが無事というありさまであった。16時45分頃には攻撃が終わり、ハリバットはゆっくりと推進91メートルの位置に浮上し、 ついで19時10分、ハリバットは浮上。浮上してから調査した結果、普通では壊れない微砲の汚染が破壊されていた。レーダーは修理されたが、他の主要部分や外角のダメージは応急修理すらままならないほど大きく、ハリバットは首の皮一枚繋がっている感じだった。ハリバットに致命的な損害を与えた相手の艦は判明していない。21時30分。 ハリバットは、隣の紹介会,会域にいたピンタド・ジャラ及びアツルのウルフパックに助けを求めた。ピンタドは、損傷著しいハリバットに代わって、損害の程度を司令部に打電。その結果、ピンタドが紹介を中止して、ハリバットをサイパン島まで護衛することになった。11月17日に、確認のために、生涯最後となる選考を30分弱にわたって、実施。 11月19日、ハリーバットは49日間の行動を終えて、サイパン島に帰島した。ハリーバットは、真珠湾に向かい、12月1日に到着。真珠湾での調査で、ハリーバットの損傷は想像以上に大きすぎて、本格的な修理は断念すると結論付けられた。万が一修理をしても、もはや戦争の行方は、明らかだった。ハリーバットは、ニューロンドンで、 練習艦となることが内定し、12月5日に出港、12月12日にサンフランシスコに到着した後、1945年2月16日にポーツマス海軍造船所に到着した。ハリバットは1945年7月18日に退役し、1947年1月10日にニュージャージー州カムテンのクエーカーシップヤードマ。 シーナリー社へスクラップとして23,123ドルの値で売却された。ハリーバットは第二次世界大戦の戦考で7個の従軍聖賞を受賞した。戦闘紹介は第3回から第7回、第9回と第10回での戦果が記録された。ハリーバットのバトルフラッグは乗組委員の写真やその他の記念品とともに真珠湾のアリゾナ記念館に隣り合う。 防品潜水艦博物館に展示されている。ありがとうございます。